ジョーです。今回ですね、久しぶりにモノモス動画をね撮ろうと思います。もう撮ってんじゃねえかということで、今回は何にモノモスかというと、おい1個目、俺が動画を上げてコメント来たと思ったら1個目ダメじゃないぞ1個目となんだよ本当は。不安定だな。どんだけね、どんだけ1個目が大事か分かんねえ、バカヤコメというものは1個目茶碗に乗って、それでみんなご飯食ってんだよ。食ってんのか。この1個目の大事さは分かってますか皆さん。米があるから焼肉も美味しく食べれる。寿司も米と魚があってこそ成り立つ料理だ。そこ分かってんのかスペンだよ。つけやがって。米違いだった。